はい、今回は日本年金機構の悪い評判や口コミ、あとですね、ブラックな裏側、こちらについてですね、調べて、お伝えしていきますので、よかったら最後まで聞いていただければと思います。まあ、このですね、日本年金機構っていうものは、まあ、いろんなことが言われているんですが、まあ、評判がいいようなことが言われているんですね。で、例えば今回こちらの件についてお伝えしていこうと思うんですが、まあ、正規雇用あるいは非正規雇用で正規雇用にまあいいのかみたいなふうにも思えるんですが、実はそうでもないと。で、隠している可能性があるのがこの悪い評判であったり、悪い口コミ、あとですね、この日本年金機構というのはものすごくブラックなものが裏側にある、そういった件について今回はですね、考えてお伝えしていこうと思いますので、今回もよろしくお願いいたします。まずですね、日本年金機構の評判がいいと、まあ、評判や口コミがいいというものをね、ちょっと考えていきます。日本年金機構っていうのは休みも取りやすいし、長期休暇も使えるから、まあ非常にいいと。長期休暇が取れるんですねっていう話じゃないですか。で、まあ仕事と、まあ、プライベートの切り替えが、まあ、できる。あるいはですね、土日に出勤したら平日に振り替え休日を取ることができると。まあ、これっていうのはこの正社員の人、日本年金機構の正社員の人の話をしているのかなと思うんですが、まあちょっとそのことを念頭に置いておきながら先に進んでいきます。この日本年金機構っていうのはですね、まあ正社員だけではなく、まあ非正規社員、非正規雇用、あるいは契約社員といった方に関して、まあものすごくひどいことをしているっていうことが分かっているんですが、まあ、正社員もですね、大きな問題がありまして、そちらがまあブラックすぎる話なんですが、それはまあ最後の方に話していくんで、今度はですね、日本年金機構の評判が悪い件、悪い評判、あるいは悪い口コミ、そういったものをですね、ここから考えていこうと思います。日本年金機構の評判が悪い、あるいは口コミの悪さっていうものはですね、給料がまず非常に安いっていうことなんですね。手取りが15万円ぐらいっていうこと で、特にこの日本年金機構の非正規雇用の人、あるいは契約社員の人に対して、ものすごく厳しい状況にしていると。で、非正規社員とか契約社員の人っていうのが、この日本年金機構のですね、例えば電話対応とかをするんですけど、仕事で、その電話がですね、クレームが多いっていうことなんですよ。で、これなんで、このクレームが多い、電話、クレーム内容が多いのかっていうと、この日本年金機構っていうことからわかると思いますが、取り扱う話の内容がお金のことなんですね。お金のことが絡んでるんで、非常に、クレームが多い。で、そのクレーム対応っていうのを非正規、あるいは契約社員の人に、やる。あるいはやらせるっていうことですね。ここからですね、分かることなんですが、非正規雇用の人、あるいは契約社員の人がものすごくストレスを感じると。で、これっていうのはいろいろ調べてみたら、おそらくこういうことなんだろうなと思うんですけれども、この日本年金機構のですね、上層部あるいは幹部社員っていうものはですね、おそらくこの非正規雇用あるいは契約社員の方たちのことをですね、使い捨てであるっていうふうに認識していると考えられるんですよ。だから、この日本年金機構の幹部とか上層部っていうのは、非正規雇用あるいは契約社員の人を使い捨てと思っており、もしその人たちが辞めたとします。そうしたらまた募集すればいい。辞めた、また募集すればいいって、そういうような考えで、そういうふうに接していると考えられるっていうことです。で、当然ですが、このようなことをされるっていうことで、思うことっていうのがあるのが、このね、非正規雇用あるいは契約社員の人たちなんですが、こういった声が出てるんですよ。日本年金機構の契約社員は辞めたいという声が多数あるっていうことなんですね。で、この契約社員とか非正規雇用っていうものに当たると思うんですが、日本年金機構の契約社員あるいは非正規雇用の人たちの声でですね、辞めたい、そういったことが多数あるわけです。先ほどお伝えしたように、仕事がお金が絡むクレーム対応っていうこともあるんですが、この日本年金機構っていうのは、なんていうのかな、そのいろんなところの天下りとか、そういった利権が深く関与しているということで、この天下りしてきた社員もね、この非正規雇用の方とか契約社員の方にいろんなことを言う
ということなんで、この非正規雇用契約社員の方がものすごくストレスがたまるわけですよ。で、まあ、こういったところの会社、こういったところの機関でですね、よくあることなんですが、まあ、パワハラなんですが、この非正規雇用の方が、パワハラにあったと。で、そういったところで、まあ、その、まあ、相談するところに相談しても、全くね、どういった内容、どういったパワハラにあったのかっていうことを一切調べもせずに、隠蔽しておくっていうことでね、全くこういったところにも、ブラックな、まあ、なんていうのかな、ものが常態化しているっていうことなんですよ。だから先ほどお伝えしましたが、おそらくね、こういったことが考えられるんですが、日本年金機構の、まあ、幹部とか上層部の人間っていうのは、非正規雇用あるいは契約社員を使い捨てでいいと思ってるんで、そういった形で接すると、だからそのように接される、非正規雇用とか契約社員の方っていうのは、当然ですね、精神が、おかしくなって疲弊していってしまうっていう、まあそういったことだと思います。で、この日本年金機構のですね、まあ、ブラックな裏側っていうか、まあ、これっていうのは本当に、なんて言っていいのか分かりませんが、まあ、黒すぎるなということで、で、その黒すぎるものを、こうね、表側に出てこないようにしているっていう、こちらの件についてですね、ここから、考えていこうと思います。まあ、本当に一言で言ったら、まあ、ひどいですわ。うん、もうひどいことが、いくつもいくつもそういう声が上がってるんで、日本年金機構がブラックな件、あるいはですね、裏側にブラックである、そういったようなこと、その口コミですね、そのブラックな口コミ、ブラックな評判、悪い評判、そういったものをここから考えていきます。実際ですね、この働いている方たちがこのようなことをおっしゃっているということで、いくつか情報があるんで、そちらを考えていこうと思います。まず一つ目ですね、日本年金機構はブラック、もうブラック、もうブラックすぎる真っ黒であると。で、この日本年金機構にいるまともな人っていうのは辞めるか、あるいはまあ精神的に疲弊して鬱になるかのどちらかと。で、日本年金機構に残っている人間というのは誰かっていうと、仕事がない、まあ、年寄りか、腹の中が、まあ、悪い腐った人間しかいないと、まあ、このようなことを言っております。こういうことっていうのは言うのが一人ではないんで、当然ですが、もう何かしらっていうか、明らかにおかしいことがある、あるいはおかしいことがあるとしか思えない、そういった話なんですね。で、続いて2つ目いきます。まあ、このブラックすぎるっていうことでね、日本年金機構の離職率が異常に高いっていうことなんですね。で、この、まあ、有期契約社員が無期契約社員になっても、この契約社員、契約期間が有期から無期に変わるだけで、給与、各種手当は何も変わらない、雇用契約っていうことですね。で、それに関して正社員がですね、かなり守られた環境で、給与、各種手当も、まあ、厚いと。で、入社後の研修もしっかりしているっていうことなんですね。で、まあ、実務っていうのは、ほとんど研修をさせてない契約社員にさせて、まあ、正社員っていうのはその契約社員の悪口を言ってるということで、職場の雰囲気が非常に悪いと。こういったところに長く勤務しても、いいことがないと、このようにおっしゃってます。これが さっき僕がお伝えしたですね、この日本年金機構の構造だと思うんですが、幹部あるいは上層部がですね、非正規あるいは契約社員のことを使い捨てである、辞めたらね、また入れればいいと、また募集して入れればいいと、そういうふうに思ってるっていうことで、まあ、ひどいわけじゃないですか。だからこの非正規雇用と契約社員の人がひどい目に遭っているっていうことが分かりますね。で、続いて、いきます。今は社名が変わって日本年金機構となっておりますが、旧社会保険庁だったので、会社自体の体質が社会一般とはかなりイメージが違っていると。で、昔からの旧社会保険庁からの古い体質は変わらず、外部からの契約社員を取っていますが、まあ、コネ入社で、まあ、人を入れていると。そのコネ入社で入れた、まあ、その者たちはには甘いと。で、外部から入れてきた社員には厳しいという実情があるということですね。だからこちらっていうのもね、この非正規雇用契約社員、あるいは正規社員に関しても、そういったことをしていると。で、まあ、そのコネ入社で、まあ、甘くしているっていう、もうそういった、まあね、ブラックすぎる、腐敗してるものだと思います。で、続いていきます。正規職員にとってはホワイトだと思いますが、非正規職員にとってはブラックとしか思えないと。非正規職員は使い捨てという、まあ、風土で、正規職員の意識に、まあ、そういったものがあると。ここでもありますね、非正規社員職員を使い捨てっていうね。で、
で、今度はですね、この正規職員っていうのも全国移動があるっていうことで、まあこれもこれでまあ問題であると。ただ非正規職員っていうのは移動がないっていうことで、まあ待遇面にも差がすごく大きいと。で、非正規の方ですね、非正規職員あるいは契約社員の方は、頑張っても報われないっていうことを思って精神的に疲弊していると、そのようなことを、言っておりました。そしてですね、この本当にブラックな裏側っていうことなんですが、日本年金機構はですね、実はこのようなことがあったんですよ。本部職員がですね、本部の建物の中で3年連続で、首吊りで、まあ、自丸しているわけですよ。しかしこのことを全く調べない。どういったことでこうなったのかっていうのがわからないんですが、パワハラなのかもしれませんが、全てこういったことを隠している。で、この、本部の方が建物の中で、自丸したの以外にもですね、それ以外にも多くの人が病気で仕事を休んだりしている、そういった、非常に劣悪な労働環境であることが分かりますが、全くこのことを調べない。パワハラがあるのか何だか分からないんですが、全く調べないんですね。だからこのパワハラがあろうが、このね、建物の中で3年連続、ね、本部職員が、首吊り自丸しようか、これを調べないっていうところで非常におかしいですね。本当にこの日本年金機構っていうのはブラックすぎるところであるっていうことを今回思いました。この件もですね、ちょっと難しいんですけれども、分かる限りのところと、まあ、あとですね、まあ、明らかに、まあ、このブラックである件、あるいは悪い評判、悪い口コミがあるっていうことを、今回調べたので、お伝えしてみました。まあ、リスナー様の何かしら一つでもお役に立っていただけるものがあれば何よりですということで、今回のコンテンツここで終わりです。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。失礼いたします。